はい、では今日ですね、授業の2回目において、宗教の風景というタイトルで、前回もね少し導入的なお話をしましたけれども、これからこう個別の宗教、例えば神道とかですね、仏教各派ということについて触れていく前に、全体的なですね、見取り図、今日はまあ歴史も含めて、細かいことはこれからの、来週以降触れていきますけれども、まずドーンとですね大きくもう一度全体像をですね素描してみたいというふうに思います。まあ過去から現在までっていうことですね。で今日お話ししたいことは、これ本当にね、過去ということで、そもそも宗教っていうのはどういうところから生まれてきたのかっていうね、起源のところ、そしてそれを通じて、いや結局宗教って何なんだろうかっていうことも含めてね、考えてほしいなと思います。この授業でどういうことをね学ぶことができるんだろうかっていうことですね。それから、日本宗教史のアウトラインということで、日本史についてはね、この中で日本史を勉強よく勉強した人と、必ずしもそうでない人といると思うんですけども、日本史全体の中でとりわけですね宗教がこう関係しているような部分をピックアップしてですね、大きな流れをちょっと掴みたいと思います。それから代表的なこう、名前とかキーワードですね、それを紹介します。そして、前回のですね、続きのような感じになりますけれども、私たちの身の回りにあるこの宗教の風景ですね、そういうものを具体的に取り上げながら、どういうところにですね、見るべきポイントがあるのかということを少し見てみたいと思います。ちょっとバラエティをですね富むように、全てっていうわけにいきませんけども、ある程度ですねバラエティを考えて今日は紹介してみたいと思います。そして最後にですね、歴史を素描はしますけども、その歴史観ですね、これはすごく大事です。死生観と歴史観というのは、死生観というのは個人のものですけども、その個人ということを超えて、例えば人間共同体、人類共同体として、歴史というものをどう考えているのか、これはそれぞれの宗教でやっぱり考え方があるんですね。でそういうものをの、類型というものをですね最後に、紹介してみたいと思います。で前回ですね学んだことをもうちょっとここで入る前に振り返ってみたいんですけれども、宗教、文化、政治とかね、そういうものが非常に密接に関係してて、なるべく多角的にお話ししたいということと、それからですね、日本宗教というものを、今回この授業ではフォーカスしますけれども、日本の宗教とか日本の伝統価値観を学ぶことが、皆さんの学問的栄誉全体にとってどういう意味を持つのかっていうことをちょっとね考えてほしいんですね。かなり大きな問いです。皆さんそれぞれですね、このクラス各結構ねいろんな学部から来られててですね、もう専門、皆さんがこれから学んでおられること、これから学ぶことはですね多岐にわたると思うんですけども、学問というのはですねいろんな構成物からなっています。ある部分はね西洋からこう受け継いだものもありますしね、それは結局どの専門領域においてもですねいろんなものが混ざってるんですよね。しかし私たちはですね西洋的なものの影響を多分に受けています。例えば皆さんの中にはですね宗教に関して言うとクリスチャンの人もねいるかもしれません。でそういうですね、日本に住んでいる人、あるいはキリスト教を信仰している人、いろんなですね専門分野を勉強している、そういう人たちに、皆さんにとって、日本の伝統とかですね価値を学ぶということがねどういう意味を持つのか、でもちろんここにはですね外国から来られた方もねおられると思いますけれども、それぞれによって受け止め方とか理解の仕方は違うと思いますが、その今、私はですね日本においてちょっと問題だなと思うことは、日本の価値観というものが、素晴らしいというふうにですね、強調する人は、他の文化をですね、けなすような傾向というのはやっぱ時々持つんですね。これはちょっと行き過ぎるとですねいわばナショナリズム、あるいはさらに言うと文化ナショナリズムというふうなところに行き着きます。日本は素晴らしいってね、これはもちろんこういう誇りを持つってことは大事なんですけれども、その誇りというものが他者をけなすことによって成り立つような形っていうのはですね私はあまり良くないと思うんですね。ですからさまざまな西洋の文化とかアジアの他のですね国の影響を受けながら日本のことをこう語るときに、そのこれが上だ下だっていうことではなくてですねそれらを受け止める中で良き緊張感をですね皆さんの中にやっぱり作り出してほしいわけです。
いわば対話的緊張感ですよね。でそういう葛藤というものがですね、かつての日本の中には結構あったんですよ。例えば、ちょっとキリスト教ということに関してね、引きつけて言いますと、明治期のクリスチャン、まあ、皆さんがね知っている名前ちょっと挙げますと、内村鑑三とかですね、新渡戸稲造、それからまあ同社の関係で言うと新島女っていうね人たち、彼らはですね例外なくですね、愛国者でした。もう私は日本大好きっていうことをですね、もう高らかに唱えて、もうこれは何のはばかることなくですね、そう唱える愛国者だったんですね。新島女もそうですよ、国家万歳ってこともね言うんですよ。ところがそういうものと国を超えた価値っていうもののですね、両方彼らの中にあったんですよ。だからその人類のに対する普遍的な愛を説くキリスト教と、それから当時すでに高まりつつあったですね愛国的な感情というものとですね、どういうふうにこう両立することができるんだろうかということは、彼らの中においてはですね非常にこのクリエイティブな葛藤を生み出していました。これは簡単に調和できるわけじゃないんだけども、そういうものを引き受けることによって単にですね近代化とか何とかかんとか言ってもですね、西洋のものをただ受け入れるだけじゃなくって、どこをですね大事なものとして受け入れて、そうでないものとですねどう区別するかっていうことに対して非常にやっぱり知的な葛藤ということをしてきたんですね。今の時代結構似てます。例えばかつてはですね富国強兵とか近代化とかっていうことがですね叫ばれて、そこでその中でですね大学が作られたり、学生たちもですねやっぱ動員されていったんです。今の時代はですねグローバル化です。グローバル化グローバル化ということでですね、もううるさく言われますよね。でもうなんか、私もちょっとうんざりという思うぐらいですね、いろんなところから聞きますけども、そういうグローバル化っていう中で、今国が求めているものは何か、これは、皆さんにですね勉強してグローバル的な人材になってですね、いわば勝ち組になって、日本も結果としてですね勝ち組国家になるみたいな、そういうやっぱり、上昇志向ってやっぱありますよね。でそういう中でグローバル化って確かに我々が受け止めなければならない課題ではありますけれども、単にですねそういう潮流に乗っかるだけではなくって、もう少しそれをですね批判的に見ることができる自分たちの土台っていうかな、これをですねやっぱり見つけてほしいわけです。ですから一方グローバル化の影響、精神的な、そして経済的さまざまな文化的な影響をですね受けます。それをバーッとそれにですねもう流されて、これグローバル化のトレンドだからそこに乗っかってですね家畜になっていこうっていうことだけではなくって、皆さんが立つべきですね土台というものを見つけて、その上に立ちながら、そのですね激流に必ずしも流されないような、そういうですね足腰をやっぱり鍛えてほしいなと、これはやっぱり非常に知的な作業なんですね。ですから自流に乗る、これはですね皆さん結構得意かもしれません。目先をですね聞かせてですね、今こう言ったらですね要領よく生きれるとかですね、そういうのは感覚的に皆さん発達してるかもしれませんけど、そういう時流を読んだり乗るっていうことだけではなくって、それにですね流されないような自分のやっぱり基盤っていうかな、価値の基盤、精神的な基盤、こういうですねものを持っていく中で、私はですねその葛藤というものが、より生産的にクリエイティブなんですねものをですね、生み出していくんじゃないかなということを思いますね。こういったことは折に触れてね、ちょっと、繰り返し強調していきたいと思いますけども、単にお勉強として、日本の宗教を学ぶんではなくてですね、皆さんの知的栄誉全体をこう活性化させるようなですね材料として、ぜひやっぱ使ってほしいということです。はい。で宗教の起源ということですね、最初にいきなりこういう写真が出てくるんですけども、これは皆さんですねまあまあ見慣れた写真かもしれません、皆さんにとってはね。でこれはですね人類がですね、誕生してから、あるいは人類以前のですね、コート類人の時代からですね、自分たちの環境との関係ということを知ろうとしたわけです。そして、人類というものが誕生してからですね、もちろんそれは太陽の運行とかですね地球の運行に影響を受けるわけなんですけども、自分たちが住んでいる世界がですねどういうものなのかということを理解する中から、宗教っていうもののですね、起源も、その生まれてきています。でこれはですね皆さん今の時代からすればごくごく普通の写真に見えるかもしれませんけれども、この写真がですねこういったいわば地球を外部から見る、地球をですね外部から写真として撮影するということが初めてできた時のこれ写真なんですね。1968年です。アポロ8号というですね有人の初めての月の周回のこの
宇宙船というかな、そこからですね撮られたもので、こういう写真がですね撮られる以前というのは、まあ私たちは大地の上に立って地球の上から空をこう眺めるしかなかった。でも地球の上から空を眺めたり太陽を見たり星を見たりする中で、あの先には何があるんだろうかということをですね考えるわけです。人間はですね重力に縛られて高くね飛び上がるってことはできませんけども、ずっとずっと上に行くとですね、ひょっとしたら何か別の世界があるかもしれない、神々の世界があるかもしれない、天使の世界があるかもしれない、そういうことをいろいろやっぱり想像したんですね。まあ、でも今こうやって写真見るとですね、まあ何もありません。宇宙空間ですね、真っ黒の宇宙空間があってですね、まあ実はあの宇宙の誕生のですねプロセスとか起源とか、あるいは宇宙のですね構成、これ今もですね研究途上です。名前をね聞いたことあるかもしれませんけども、宇宙空間をですねが何で満たされているのか、これも今議論があるところで、まあダークマターっていうね、まだこの本当に一体それが何か分かんないような物質で宇宙が埋め尽くされているっていう感じでですね、もう本当研究によってどんどんあの宇宙の理解、あるいは地球とか惑星の理解はですね変わっていきます。でそういうですね、まあ私たちは宇宙物理学などの発達によってですね、地球の誕生とか宇宙の誕生まで知ることができるようになりました。人間はですねその身体的な制限の上、遠く遠くにまでは行くことができません。せいぜい、ね、月の近くぐらいまでしか今は行けないんですけども、しかし、宇宙のですね果てがどうなってるかっていうことまで計算上はですねこう いろいろ理解できるようになってますね。で私たちは、ね、まあ、今宇宙のことというよりかですね、まずは人類とかですね、まあ、宗教ということと関係する地球のことを考えてみたいんですけども、地球のですね、歴史、これが何て言うかな、何十億年、48億年とかですね、何億年とかに言ってもこれはピンときません。私たちがですね生きるオーダーっていうのは、せいぜい10年単位っていうかな、まあ、長生きして100年とかですね、もうそういうオーダーでしか測りませんから、1000年とかですね、万年とか億年ということはですね想像できないので、まあ、ここではですね、地球誕生から現在までを1日に例えてですね、どういうことが起こったのかっていうことをちょっと簡単にですね、紹介したいと思います。でこれはまあよく使われるんですけども、まあ、地球がですね、できてから、最初の生命が誕生したのはですね、午前4時10分ということです。まあ、朝方ですよね、最初の本当に原初的なですね生命体が誕生します。これは宇宙空間の中ではですね非常にやっぱ稀なことですね。特殊な環境がなければ生命というのは誕生しないわけです。ですから今もですね NASA とかいろんなチームがですね火星に生命があるのかどうか、水があるのか生命があるのかっていうねいろんなこう探索をしていますけども、いまだ見つかっていません。地球以外にですねここに生命があるっていうことはエビデンスとしてはですね一つもないんですね。可能性はありますよ、確率的なね、しかしまだ見つかっていません。ですからこれ非常に、稀なですねそういう生命誕生があって、今ですねこの生命科学っていうのはですね非常に著しい発展を遂げていますし、いろんな形で人間の臓器とかですね細胞とか DNA をいじることはできますけども、最も単純な生命体すらですね人間が自らの手で作り出すことはまだできません。不思議では不思議ですよね。すっごいことできるんですよ。このね、こんな写真撮ることができるぐらいまでですね、大きなこの鉄の塊をガーンと飛ばしたりとかですね、できるんだけれども、最もちっぽけなですね、現象的な生命すら実験して作ることはできないんですよ。まだこういう状況なんですね。しかし、午前4時10分にはですね、最初の生命体が誕生します。そして、光合成生物がですね、発生したのが9時55分、まあ、いわゆる植物ですね。植物ができることによって太陽のエネルギーとですねを使ってですねさまざまな有機物質を作ることができるようになります。そしてそれをですね食べるようなさらに別の動物が出てくるわけなんですけども、途中ねだいぶ飛ばしますけども、そういう原初的なですね生命体が誕生してから哺乳類の先祖がですね現れたのはこれ夜です。22時48分ですから、もうかなりですね夜が暮れてからですね最初の哺乳類が誕生します。そして人類が誕生したのはですね23時58分ですから、まあ1日が終わるわずか2分前
ですね。ですから人類史っていうのはもちろん我々の一人の生涯からすれば長い歴史を持っていますけれども、地球全体の歴史から見ればですね、もうほんのほんのわずかな期間です。ごくごく最近のことです。しかしごくごく最近現れた人類が、まあ、好き放題してですね、まあ、結構地球環境をだいぶ変えちゃったんですね。二酸化炭素の濃度を変えたりとかですね、それから、他の生命種をですね、絶滅の危機に追いやったりとかですね、増え広がることによって地球環境そのものにもですね、まあ、影響を及ぼしていますが、しかし人類の歴史そのものはですね、非常に短い、ごく最近のですね出来事であります。でこういったですね、ことをなぜ最初に示したかというと、宗教とは何かという時にですね、そのやっぱり根っこの一つに、人間と、それを取り囲む世界あるいは宇宙との関係というものがですね、やっぱ多かれ少なかれ関わっているということです。これを一言で言うとですね、コスモロジーと言います。コスモロジー、まあ、宇宙論とか世界観とかね、いろいろ言い方がありますけども、そういったものはですね結構大事だということです。皆さんにとってですね、そういう感覚あるかどうかということ、これは後でちょっと問っていきたいんですけども、そういう意味でですね、この人類史的なところをまず振り返ってみました。で人類がですね23時58分に誕生して、そしてですね、かなり早い段階で、宗教とですね、広い意味で宗教と言えるような痕跡をですね考古学的に見出すことができます。これおよそですね10万年前というふうに言われていますけれども、考古学的な、ね、発見がある範囲で言いますと約10万年前にですね、このさまざまな象徴をですね、使うということをですね、もうすでに始めています。これはそのごく一部ですけども、土偶のようなものですが、左側にあるものはですね、これは女性をシンボライズしたもので、豊穣ですね、本当に女性が持つその命を生み出すっていうですね力をシンボライズして、それを作り出す、それをものを作ることによってですね、例えば穀物の豊穣とかですね、そういうものをこう祈るわけです。これはいろんな地域に見られます。女性性と豊穣ということですね、ものを生み出す力です。それから右側にあるのはですね、これもかなり古いものだと思いますけども、顔がライオンで体が人間みたいなね、こういういわば動物、神獣というふうにね、なんていうかな、その動物が持つ特別な力、そういったものをですね人間はやっぱり取り込みたいと思うんですよね、あるいはそれに預かりたい。ですからライオンであるとかですね、非常にこう 強いようなです、強い、この獣の力、野獣の力、動物の力をですねこう取り込んでいく、そういうですね、複合的なシンボリズムっていうのは多くの場所でやはり見られます。一番有名なのはね、エジプトですよね。エジプトなどではもうこういうものがたくさんありますけども、動物と人間の境界線というものがまだはっきりしていなかった時代ですね。でこういうですねシンボリズムを使うということはですね、極めて人間に固有の能力だというふうに言うことができます。道具を使うですね動物っていうのは人間の他にもいますけれども、それはもっぱら何か捕食をしたりとかですね、食べるという行為のために道具を使うのであって、それを何かそのまさにそのシンボルをですね作り出すことのために使う動物というのはですね、人間だけだというふうに言っていいと思います。ですから人類を他の動物とですね分ける境界線はどこにあるのか、こういう議論というのはですねもう大昔からずっとされてきています。今ねちょっとその全てお話ししませんけども、いろんな議論がされてきて、一つはですねこういう言語の問題もありますけども、言語が発達する中でですねシンボリズム、非常に高度なですねシンボリズムを使う、そしてそれとですね連動する形で死者のですね葬送儀礼というものもやはり同じくですね10万年ぐらい前にですね見ることができます。動物の多くはその命の活動がですね終わった瞬間、つまり死んだ場所が死に場所です。そこで朽ち果てて土に帰っていくですね。ところが
人間はですね、そうではありませんでした。自分たちの親しい人が亡くなった時に、あ、死んでしまったか、今までありがとうねということでそこに置いとくんではなくてですね、葬りをするんですよ。まあ、これを、ちょっと難しい言葉で葬送儀礼というふうに言いますが、そこに放っとくんではなくて特定の場所に移動させて、そしてね、皆さん多分日本史世界史の中で学んだと思いますけども、まあ、屈葬とかですね、なんとか葬っていう、特別なこの場合によっては体位っていうかな、体の折り曲げ方などをして、その納めるっていうね、そういうことを、しています。こういう儀礼がですねある。つまり、死んだからとしてからといってですね、ほっとけないわけです。ほっとくと何か起こるかもしれない、あるいは少なくとも礼を尽くしたい、あるいは死んだ後ですね、何があるか分かんないけれどもっていうことでいろいろこう想像するわけです。こういう死後の世界を想像するっていうのはですね、やはり人間に特殊なですね能力かもしれません。いわば人間のですね、まあ、よく脳がですね巨大化していくっていうことが、まあ、人類の進化と関係してますけども、そういったですね人間の想像力を司っているですね、まあ、大脳皮質、まあ、前頭葉とかですね、そういうところが大きくなる中で、死について考えるなって言ってもですね、こう無理なわけです。考えちゃうんですよね。死んだとどうなるんだろうか、自分のことについても考えるし、自分の親しい人が亡くなった時に、それは、そこで終わりじゃなくてですね、なんか しないといけないということをですね、やっぱり考えるわけですね。これは人間だけじゃなくてですね、まあ、ネアンデルタール人、人類がまあこう分岐した元ですの一つですけども、ネアンデルタール人のですね、お墓っていうかな、その、遺体がですねあったところに、その、周辺にはないですねこう花粉が見つかったりっていうことがあるんですけども、例えば一輪のですね花を死者に手向けるっていうだけでも、これは他の動物にはないような行為ですよね。花を手向けるっていうことは死者を送り出すっていうことですよ。でそういうですね、非常に原始的に思えるかもしれませんけども、それは人間がですね避けがたく持っているある種の宗教性だというふうに言っていいでしょう。ですから今ですね、非常に表面的なところで日本人は宗教的であるかとかないとかですね、そういうことをやっぱ言いますけれども、人間はですねもうこれは巨大な脳を持って想像力をですねこれを抑えることはできません。カットすることはできないですね。ですから自分のですね将来、死んだ後どうなるんだろうかとかですね、そういうことをですねもう際限なくやっぱ考えてしまう。その点では人間と宗教的なものの考え方とですね切り離すことは、これはもう不可能です。そういうものですね。ですからこれは非常に長い期限を持っていますし、同時にですね、まあ、社会がどう変わってもですね人間はさまざまにやっぱ想像してしまう。ですから私は科学がですねどんなに発達して、仮に人類がですね22世紀という時代を迎えたとしても宗教はなくなりません。人間がですねそういうやっぱ構造を持っているからです。でですね、ここでちょっと別の角度でですね問題を考えていただきます。これまで伝統的にはまさにですねシンボリズムとか、それからその 死者の儀礼をするっていうことがですね、人間を動物と分けるですね境界線として考えられてきたんですね。これまあ大きくはそれでいいと思います。ところが、その大型類人猿、チンパンジーとかゴリラとかですね、まあ、いろんな研究する中で、チンパンジーも死を認識してるんじゃないかっていうことのですね、いろんな事例が発見されたっていうかな、報告されるようになってきました。動物もですね自分の死が近いとか自分の仲間の死が近いということはですね、これ理解できるんですよ。でずっとチンパンジーを研究してる、追跡しているチームがですね、やはりこう発見したのはですね、死が近づいている自分たちの仲間に対してですね特別な気遣いをします。今までなかったようなですね本当に特別な気遣いをするっていうことがこれ分かっています。死をですね、なんていうかな、もうなんか単純に迎えるっていうんじゃなくって、死を悟りつつですね、それをこう受け入れていくっていうかな、そういうですね仲間同士の、特別な関係というものがですね見られるっていうこと。それから、死んだらおしまい、まあ、先ほどね動物は普通そうだって言いましたけども、必ずしもそうでないっていう事例がですねいくつか見つかって、もういくつもですね見つかっています。まあ、私がですね聞いて、ちょっと驚いたケースはですね、その子供のですねチンパンジーが病気で亡くなって、
死んでしまったんですね。でもお母さんのチンパンジーはですね、その子供の死を受け入れることができなくって、死んだ後もですね、もう子供がこうもうミイラ化するぐらいなる、ま、もう何週間もですね、子供を背負ってですね、こう、移動してたっていうですね、そういう事例があります。ですからこのチンパンジーぐらいのですね、やっぱ知能があるとですね、やっぱり死というものを自分の中で受け止めつつ、まさにこう葛藤してるっていうかな、そういうことがあるっていうことですね。ですから死に対する、人間と同じではないけれども、死に対するですね、まあ、観念、もちろんシンボリズムとかですね、儀礼というものはしませんけれども、何かですね、人間との類似性というものもあるんじゃないかということがですね、今徐々にですね、研究をされてきています。ですから私たちはですね、人間様は特別なんだっていうことをですね、まあ、言うためにいろんな証拠を発見しようとするんですけれども、まあ、意外とね、つながってるっていうことですね。で、今のようなことをですね、まあ、チンパンジーと出てきましたので、これ実はですね、今のような話私どこで聞いたかっていうと、京大でですね、国際霊長類学会があったりとかですね、それから、まあ、日本モンキーセンターとかですね、そういう、こう霊長類学関係のところにですね、実は私よく招かれて話をしに行くんですね。なんで私がですね、そういうところに行くのかっていうと、一つはですね、進化論です。進化論、もちろんこれ霊長類の、ね、研究者というのは進化の問題すごく大事なんですが、アメリカにおける進化論論争とかね、そういったことをやっぱり聞きたいということとかですね、それからあとその人間の、まあ、暴力性、動物の人間の暴力性というのはですね、やっぱりチンパンジーとかゴリラとか研究する中で明らかになってくる部分がこれあるんですね。ですから、その暴力性ということ の、まあの起源ということでですね、人間とチンパンジー、大型類人との比較ということをですね、まあ、する中でよく兄弟で呼ばれてですね、まあ、国際霊長類学会などでも話したことがあるんですけれども、そこでですね、まあ、私がよくもうだいぶ前ですねからお付き合いしていて、まあ、協力していたですね、方の一人に山際寿一っていうですね、まあ、ゴリラの専門家のですね、研究者の先生がいます。兄弟の先生です。ゴリラのですね、第一人者っていうふうにですね、言っていいと思いますけども、山際先生にですね、まあ、そうやって招かれて、その国際学会なんかに参加する中でですね、こういう話をたくさん聞くことができました。で、その山際先生がですね、まあ、なんとですね、今年からですね、兄弟の総長になられたんですね。で、私はまあこれ京大によく行ってですね、話して、なので山際先生に冗談でですね、いやもうよく来てるけど先生ギブアンドテイクやから今度同社にも来てくださいねみたいなことを言ってる間にですね、もう本当に偉い先生になっちゃってですね、ちょっと今となってはちょっとお呼びできにくいんですけども、まあ、その山際先生が総長になって、でこの4月7日にですね、入学式のですね、式辞を述べられたんです。でその式辞の中で、式辞そのものもですね、全文が京大のサイトなんかに上がっていますから、関心ある人は見ていただいたらいいんですけども、山際先生がその入学式、新入生に対する撤退して語った式辞の中の最後の部分に出てくるのがですね、この谷川俊太郎の朝っていう詩なんですね。これは私もですね、知っていてですね、いやすごくうまい使い方っていうか、その山際先生らしいなっていうふうにね、本当に改めて思いましたので、私もですね、ちょっとそれを使って、この授業のテーマとですね、関係づけてみたいと思います。谷川俊太郎という人はですね、まあ、本当に多作な、まあ、日本今のですね、日本を代表する、まあ、詩人であり劇作家であり、まあ、いろんなものを、ね、書かれている方で、まあ、もう80を超えてるんですけど、今も多分お元気だと思います。でその谷川俊太郎さんがですね、書いた朝というものをですね、まず、これ読んでみたいと思います。ちょっと聞いてみてくださいね。これ今までお話ししたこととですね、ちょっと関係があります。また朝が来て僕は生きていた。夜の間の夢をすっかり忘れて僕は見た。柿の木の裸の枝が風に揺れ、首輪のない犬が日だまりに寝そべっているの。100年前僕はここにいなかった。100年後僕はここにいないだろう。当たり前のところのようでいて、地上はきっと思いがけない場所なんだ。
いつだったか子宮の中で僕は小さな小さな卵だった。それから小さな小さな魚になって、それから小さな小さな鳥になって、それからやっと僕は人間になった。10ヶ月を何千億年もかかって生きて、そんなことも僕ら復習しなきゃ。今まで予習ばっかりしすぎたから。今朝一滴の水の透き通った冷たさが僕に人間とは何かを教える。魚たちと鳥たちと、そして僕を殺すかもしれない獣とすら、その水を分かち合いたい、はい、こういう詩なんですね、はい、皆さんは、どう感じられたでしょうか。これ私もですね、非常に好きな、詩の一つで、山際先生がですね、まあ、これ取り上げられてですね、なんかまあ、ある意味で心躍るというかな、まあ、もともと、気持ちの通じ合う方だったんですけども、本当に、素晴らしいなと改めて思いました。でこの詩をですね、最後に紹介して、山際先生はですね、こういうふうにして詩を結んでるんですね。私はこの詩に悠久の宇宙と生物の世界と、そして人間の歴史を感じます。それは大いなる不思議に満ちています。皆さんが京都大学でその世界に遊び楽しまれることを願ってやみません、ご入学誠におめでとうございますというですね、こういう言葉で締めくくられていてですね、まあ、本当に、私はですね、特に新入生に語るにはふさわしい詩、言葉であり詩であるというふうにですね、感じました。で今先ほどですね、コスモロジーということをですね、お話ししましたけれども、宇宙とか世界とのつながりということをですね、私たちはいろんな方法でもちろん感じることができます。例えば宇宙物理学とかですね、地球物理学が明らかにしているようにですね、それを物理的な対象としてですね、今は科学がですね明らかにしてくれます。しかし、例えばこのような詩がですね、詩を通じて私たちは世界との関係とか他の生命との関係、あるいは自分自身のですね、命の由来について思いを馳せることもできるっていうことですよね。ですから先ほど言ったコスモロジーということはですね、今すごく大事だと思います。まあ、この前のところでですね、まあ、人間になったっていうことがあって、10ヶ月を何千億年もかかって生きてっていうことで、まあ、これは生命の系統発生のことを言っていますけれども、卵の状態からですね、魚みたいな状態、そして、最後、まあ、哺乳類人間になっていくわけなんですけども、何千億年というですね、歴史をかけて皆さんはですね、やっぱここにいるわけです。で端的な事実があります。命あるものはですね、命あるものからしか生まれません。皆さんは直近で言うとですね、お父さんお母さんから生まれた、お父さんとお母さんはおじいちゃんおばあちゃんから生まれたと言えますけども、その全てをたどっていくとですね、やはり命あるものは命からしか生まれない。ですから今皆さんがいるっていうことは、最初に言いましたですね、地球に生まれたですね、最初の原初的な生命から皆さんまでやっぱつながってるってことですよ。どっかで途絶えていれば皆さんはここに存在しません。ですからそういうですね、命のつながりというもの、今皆さんが生きているということのやっぱり尊さっていうものをどうやっぱり感じ取ることができるか、それをですね、やっぱり我々はやっぱ持つべきだと思うんですよね。で、ですからここに最後にですね、今朝一滴の水の透き通った冷たさが僕に人間とは何かを教える。こういう感覚って皆さん今持ってますか？一滴の水があってですね、その冷たさ、しかもそれはですね、魚とか鳥だとか獣とも分かち合いたいと思うようなですね、それそのたった一滴の水、それ水なければ人間生きれないんですよ。それによって僕に人間とは何か教えるっていうですね、こういう感覚っていうのはやっぱりすごく大事だと、思います、本当に鮮烈な感、まあ、詩人ならではの感覚かもしれませんけども、やっぱり大事だと思うんですよね。で皆さんはですね、今さまざまな電子機器に囲まれて、IT 機器によってですね、世界の情報を知ることができます。確かに。しかしスマホをですね、まあ、指先をですね、激しく動かしてですね、その指先の、とですね、スマホの触れ合いによって、それがですね、僕に人間とは何か教えてくれてるかどうか、これやっぱり考えた方がいいと思うんですね。やはりインターネットの世界、電気的にですね、私たちに開示されている世界っていうのは世界全体のですね、やっぱりごくごく一部に過ぎないということです。ですからそこにですね、縛られすぎるっていうことは、私はやっぱりあんまり良くないと思うんですね。それは大事です。
そういう世界をですね使いこなすっていうのは大事ですし、私もですねそういうもの大好きなんですけども、しかし同時にですねそういうものの中に組み込まれる自分ではなくって、もっと大きなですね、まあ宇宙とか命とかですね、そういうものとの感覚をどうやったらやっぱり考えることができるんだろうかというですね、これが実はですね宗教ということによって見えてくる世界です。ですから今回ですねここで宗教について皆さんに学んでほしいということは、狭い意味でのですね宗教ではありません。神道が仏教がですね、もちろんどういうことを言ってるかということをこれからお話をするんですけども、そういう一個一個のことを知識を踏まえた上で、先ほど、まあ、この詩にですね見られるようなですね何かこうコスモロジーのようなものをですね皆さん自身のそれぞれの立場でまあ、見出しといってほしいっていうかな、そういうこうアウトリーチを伸ばしながら、さまざまなですね宗教的シンボリズムに触れながら、さらにはその奥にあるですね世界、そういったものにですねこうたどり着くような一歩を、踏み出してほしいなというふうにですね、と思います。はい、で、この詩とですねこの詩を見て私がですね、まあ、連想したというか、あの詩のもう一つの詩があります。やっぱ詩人というのはすごいですね。私もですねイマジネーションをだいぶ本当に揺さぶられたというか刺激されましたけれども、これはですね、ユン・ドンジュっていうこれ詩碑がありまして、これは今年の2月に撮った写真ですけれども、もうすぐそこにあります。同志社の学生ですらですね素通りしているだけで意外と知らないんですが、韓国ではですねこれは国民的な詩人として知られていて、まあ、日本でいうですね地球の歩き方のですねようなガイドブックの中に必ずこの詩碑が書かれてるんですね。京都に行ったら同志社大学のユン・ドンジュの詩碑にですね行きなさいということで、たくさんの韓国人のですね観光客が来ます。で、これは特別の日でですね、ユン・ドンジュが、ちょっとユン・ドンジュについてまずごく簡単にお話ししますと、彼はですね、日本に来て、同志社大学でですね、まあ、短い時間でしたけれども、学んだ、学生です、同志社のね。でただその時代っていうのはですねちょうど本当に戦時下であって、彼はですね、その戦時下において、ハングルでですね思索活動を続けたんですね。でその当時ハングルで思索活動を続けるっていうことは、やっぱりこの敵対的な、まあ、国家に日本という国にですね敵対的な意識を持ってるっていうふうに見なされて、まあ、当時の治安維持法違反ということでですね彼は逮捕され、最後ですね1945年ですけども福岡の刑務所で獄死しています。まさに戦争の犠牲者ですね。でそのですね彼が亡くなった1945年から今年70年になりますので、70周年のですね、まあ、記念の式典であるとか、それからこの向こう側にある同志社ギャラリーでもですね、ユン・ドンジュの特別展などが行われました。でまあそういう特別な年ではあったんですけども、まあ、この詩碑自体はですねもうだいぶ前から同志社の今出川キャンパスにあります。でこの詩碑に、これね皆さんですから立ち止まって見たことがない人はね一度必ず見てください。あります。どこにあるかっていうと、同志社礼拝堂から、横を通ってですね寧静館に行く途中の、南北の通りの右手にですね ありますので、見てですねちっちゃいですよ、大きくないです。池があるところの横です。池のですね、鯉が魚が泳いでいるところの横にありますので見てほしいんですが、そこにですね刻まれている詩がですねこれです。これをですねちょっと読んでみたいと思います。女子というタイトルがついています。死の日まで天を仰ぎ、一点の恥ずることなきよ。羽翼を縫いそよぐ風にも私は心痛めた。星を歌う心で、すべて死にゆく者たちを愛おしまねば。そして私に与えられた道を歩み行かねば、今宵も星が風に結び泣くというですね、まあこれは本当に私にとってもですね、まあ、結構衝撃的な詩というか、本当に何て言うかな、その、まあ、皆さんと同じような、ね、年代の若者ならではのですね本当に鮮烈なですね、詩であるというふうに思います。まあ、これまさにですね自分のこと、まあ、自らのですね気持ちをこういう天を仰ぐとかですね、その葉、まあ、葉っぱですよね、そういう星とかですね、そういうまさにその世界とか宇宙との関係の中でこうやっぱ語ってるしですね、
でそういうものに心を痛める、まあ、非常に繊細なですね、気持ちもここに表れていますけれども、こういったですね、ポエティックなこうイマジネーションというかな、そういうものを通じてもですね、人間はこう、自然とかですね、宇宙にこうアプローチしていくことができるということです。はい、こういうことをですね、一つ導入的な素材として、宗教ということをですね、あまり狭く考えないで、少しね、大きな視野で考えてもらいたいと思いました。はい、よろしいでしょうかね。はい、では、次にですね、これいきなりちょっとテーマは変わるんですけども、今のようなですね、大きなバックグラウンドを一応意識していただいた上で、この授業で具体的に扱っていくですね、時代について、これから大掴みに説明をしていきます。日本史を、ね、学んだ人にとってはもう本当に当たり前のことですけども、ここには、ね、皆さんいろんな知識レベルの人がいますから、一応復習をしていきたいと思います。はい、左にある、ね、時代的な分類は一般的なものに準じていますけども、いわゆる縄文時代ですね、これいろんな遺跡とかね、発掘がもうあって、いろいろ分かってきている部分もありますけれども、しかし宗教に関して言うとですね、これはもうまさにいわゆるですけども、アニミズムの時代だと言われています。なんかまとまったですね、もちろんこの時代っていうのは言葉もありませんから、そういうものは言語としては残らないんですけれども、ですね、アニミズム的な世界がベースにあったっていうふうに言われています。アニミズムとは何か、これはね、またこれからもお話していきますけども、これはヨーロッパでですね、18世紀に作られた新しい言葉です。アニマ、これラテン語のね、アニマから来てるんですけども、そのなんか命のようなもの、動くようなものがですね、その木々とか自然の事物の中にあるということを信じるような信仰ですよね。霊とかですね、魂とか、そういう神的な力、そういうものがですね、自然物の中に宿ることを信じるような考え方ですね。これはもちろん日本だけではなくって、広く世界中でですね、見ることができます。言うまでもなく、アニミズムのアニマというのがですね、アニメになっているんですね。語根は一緒です。ラテン語のアニマです。で、そういったですね、時代から弥生時代にですね、に下っていくとですね、これは祖先崇拝、非常に原初的なですね、祖先崇拝の跡がですね、見られるようになってきます。もちろん祖先崇拝を、ね、どう理解するかっていうことはかなり日本史的にはですね、議論の多いところで、単純ではありませんけども、少なくとも、なんていうか、システマティックではないかもしれませんが、この祖先の霊を敬うっていう、この儀礼ですね、こういったものの最初の形が、弥生時代にですね、生まれていきます。そして古墳時代ですね、卑弥呼による国家連合ということで、卑弥呼の存在とかですね、実際邪馬台国がどこにあったのかということは今も決着がついていません。関連のですね、ものが今最近中国で見つかったりとかですね、もう本当にこれ面白いですね、非常に何回も出てくる人物なんですけれども、意外とね、その実像はよく分かっていない。ただ多くの人がですね、語るところによれば、卑弥呼というのはですね、当時の、シャーマン的なですね、あれオラクルですね、その託戦を告げるようなですね、人物ではなかったかということです。ですから国家連合というですね、政治的な指導者であると同時にですね、当時、これはもう他の世界ともそうですけども、政治的な指導者というのはですね、宗教的な権威をですね、多くの場合帯びています。それによって人々の心をですね、いわば統合したりとかですね、ある一定の方向にこう動かすわけですね。ですから神的な権威を帯びているという、非常にカリスマ性を持っている。そして前回ですね、もののけ姫で最後に出てくるおばあさんいましたね、あれがまさにああいう役割です。その特別なですね、儀礼をするようなですね、信託を受けるような、そういう存在ではであったのではないかというふうにですね、言われていますね。で、それからですね、飛鳥時代、これは結構日本の宗教史にとっては大きな、転換点の一つですけども、仏教がですね、伝来しています。正式に伝来したのはですね、538年とか、別の年代もありますけども、おそらく、仏教がですね、伝播しているのはもうこれより以前にですね、もう部分的に入ってきているはずです。ただオフィシャルな記録としては、大体この頃だっていうことですね。
そして仏教が入ってきた時にもちろんその新しい日本にとってはですね新しい外来の宗教ですからそれをどう受け止めるかということですねやはり対立がですね生じました。仏教容認派っていうかな仏教積極的に受け入れようという人たちとそれは外国の宗教だからそれをですね受け入れると日本の神様がですねお怒りになるということで反対するですねグループと分かれてですね戦いになったりもしたんですけれども最終的にですね聖徳太子が現れることによって仏教のですね基盤作りをしていきます。この辺りはね皆さんよくご存じになることだと思いますけども、いわば、争いの後ですね、仏教というものを安定的に、定着させていったですね、最初の人物が聖徳太子だっていうことです。でこの時代のですね、仏教っていうのは、後に出てくる言葉ですけれども、神仏集合的なですね状況の中で、伝播されたり形成されてきています。ですからもちろん外来の宗教ではあるんですけどもその外来の宗教を日本のですね神々とどうやはり、なんていうかな、その対立っていうものをこう、できるだけですね抑えていくための一つの知恵としてね神仏集合的な考え方というものがですねかなり古い、起源を持っています。もちろんこれが理論的にですね整備されていくのはずっと、後の時代のことになります。ただ大きく言うならばですね外来宗教というのは仏教が入ってきた後日本のですね伝統的な考え方例えば神道的なですねものと激しく対立してお互いが攻撃しちゃうということはですねあんまりなかったということですね。うまくそれを共存させてきたということです。で奈良時代になるとですねこれは奈良の南東六州というですね奈良をですね中心に奈良仏教がですね栄えていきます。その一番中心的な事業がですね752年の東大寺の大仏建立ということですね。もちろん今はですね皆さんが見ている東大寺であるとか大仏さんは何回も焼け落ちています。何回ぐらいもう6回か7回ぐらいですね焼けてもちろん作り直されたものなんですけどもしかし、オリジナルはですね752年にこれ作られている大体あれに近い大きさです。ですからやっぱすごいですよね。もう国家的な大事業ですよ。そういうですねことについても、後ほどですねの授業でお話をしていきます。メインストリームの仏教はこうなんですけどそれとはね違う形の仏教もこの時代ですねすでに生まれています。そして都がですね奈良から京都に移っていきます。この後ですねなんだかんだ言ってもですね日本の文化日本の宗教の中心はやっぱ京都になります。ですから京都にはですねいろんなものがやっぱり今も残ってるんですね見るべきものが。でやっぱり平安時代以降のことをですね少し触れていきますけれども比叡山にですね天台宗高野山に真言宗がですねそれぞれ最澄空海によって成立しています。そしてこの時代ですね仏教の中でも仏教を考えるときに大事なんですね末法思想というものがですね広がっています。これは暦の計算をですねがもちろんこの時代できるようになっているんですけどもずっと伝来したですね教えによればお釈迦様がですね生まれた時代が一番良い時代なんですよ。でそこからですね順番にこう時代がこうディグレードしていくっていうかなこう少しずつ悪くなってですね最後もう何て言うかなその法仏法ですね法を説く人もなもうあのがもういなくなるようなですねもう末法になってくるつまりもう社会がですね混乱するそういう時代がやってくるっていう考え方がですねこの時代広まり同時にですね飢饉とかですね地震とかの自然災害もですね重なりましたので非常に社会不安になってがあったんですね。そういう中で阿弥陀信仰とかですね念仏が広まっていきます。本格的にですね阿弥陀信仰が広まるのはもうちょっと後の時代ですけどももうこの時代にですね京都でですねこういうものが見られるようになってきます。そして鎌倉時代ですけども一旦ね政治的な中心地は鎌倉に移りますが宗教の中心地はねもちろんずっと京都のままです。でこれは鎌倉時代は、日本宗教史の中でですね、もう一つというかなやっぱ大きなターニングポイントいくつかありますけどもそのうちの一つですね、奈良仏教というのはですね、中国から、中国朝鮮半島を経由してですね輸入された仏教を、ほぼそのままの形でですね再現したものです。
しかし鎌倉時代以降ですね、いわば日本的な仏教というものが誕生してきます。日本風に、まあ、日本の土壌の中でですね生まれてきた新しい形態の仏教ですね。で、先ほど、まあ、出しましたその比叡山でですね修行した人たち、まあ、法然、で親鸞は法然の弟子ですけども、法然、親鸞、永斎、道元、日蓮というですね、いわばこの時代のスーパースターたちがですね、本当にその活躍する、まあ、この一気にですねこの時代にこれだけの人たちが出てくるというのはちょっと不思議な気がしますけれども、共にですね比叡山で学びながらしかし独自の道を行くんですね。いろんな対立があります。ですから、比叡山から見ればですね、まあ、離反者っていうふうになりますので、まあ、追放されたりとかっていうこともありましたけども、いずれにしてもですねこういった人たちが後のですね日本仏教のメインストリームを作っていきます。それが生まれたのがですね鎌倉時代ですね。そして、室町時代になりますと、まあ、これは、神道系の中でも一つのイデオロギーですけども、新国思想っていうですね、これ実は今に至るまで影響をですね、まあ、与えている部分がありますけども、北畠親房のですね、まあ、新王政統記みたいなものを起源にですね、日本が特別な国なんだ、新国なんだっていうですね考え方っていうものがですね出てきたりします。これは、まあ、ずっとですね、大きな潮流になっているわけではありませんけれども、時々ですねこういうものがブーッと大きくなってくるんですね。そういうものの最初の起源がこれです。そして室町時代にはですね、先ほど鎌倉時代に発生し誕生したですね、まあ、様々な仏教が、全国的にですね拡大していきます。京都で誕生したんですけれども、京都からですね、全国にですねこの伝播してくですね時期です。そして、京都を中心にですね、まあ、これも後ほど紹介しますけども、まあ、五山文化というですね、まあ、禅を中心とするですね、まあ、文化が花開いて、さまざまなですね、いわば宗教文化です。もう一言で言うと、今の言葉で言うとね、宗教文化の非常にこの、なんていうかな、洗練されたものがですね、この時代にも本当花開くんですね。これはこのお宝っていうのはですね、今でも見ることができます。それもね、いずれ紹介したいと思います。まあ、この辺の場所もねその中心地の一つですね、同社が今立っているところも、はい。まあ、皆さんがですね知っている例えばお花とか生け花とかですね、まあ、そういうこう日本の伝統文化みたいなですね、そういうものというのは、ね、この時期にですね、誕生し花開いていきますね。それからまあこのぐらいまではですね比較的文化的にもそして政治的にも安定していたんですけども、まあいわゆる戦国時代がですねに入って、まあ京都もかなりその被害に遭います。まあ焼き打ちとか戦場になりますね。しかしまあこの時代もですね日本宗教史にとっては大きなターニングポイントの一つです。これは仏教に次ぐ、まああるいは仏教以上にですね異質な外国宗教がですね日本に初めて到達します。仏教はですねなんだかんだ言ってもインドからですね中国経由して朝鮮半島を経由する中で、まあ、アジア化されていくわけですよ。ですから、まあ、日本にもですね比較的そのさまざまなアジア的フィルターを通じて日本に受容されてますけども、ザビエルが伝えたですねカトリックというキリスト教はこれも全く日本人がですねそれまで接点を持たなかった文字通りですね異質な宗教です。しかしこのですね異質な宗教を当時の日本人たちはですね好んで受け入れました。とりわけですね、まあ、織田信長とか、まあ、大名とかのレベルではですねそのキリスト教という宗教カトリックという宗教だけではなくてですね彼らが宣教師たちが共にもたらしたですねいわゆる南蛮文化、ヨーロッパのですね文化とか文物ものがですね、まあ、その好奇心をやっぱそそったわけですね。全く見たことがないようなですね絵画であるとかですね、まあ、物そういったものがですね、まあ、キリスト教とセットになって受け入れられてですね積極的に受容された時期もあったんですが、まあ、逆にですねそれがクリスチャンというかキリシタンがですね、まあ、増えすぎて後にですねこれ豊臣秀吉などによってバテレン追放令キリシタンがですねまあ、キリスト教を禁じられて、後にですね江戸時代になるともう組織的な迫害の時代へと入っていきます。
で、まあ、この戦国時代ですね、まあ、最も有名な人物の一人織田信長いますけども、まあ、織田信長がですね、日本仏教というかな、日本宗教の中心地である比叡山とですね、まあ、ほぼ全面対決を、します。そして、全部焼き尽くすんですね。まあ、そういう意味では織田信長という人はですね、まあ、神仏をも恐れない、徹底したセキュラリストであったっていうんですね、いうことができます。まあ、これがね、なぜまあこういうことをしたのかっていうことも、まあ後にお話しできるかと思います。で、まあ、先ほど言いましたね、江戸時代ですね、キリシタンの組織的弾圧が行われて、そしてですね、まあ、一部長崎のですね、離島の一部、五島とかですね、そういう一部を除けば、キリシタンはですね、ほぼ殲滅されます。これも本当に炙り出されてですね、実質上も殲滅されるということですね。でこのですね、まあ、状況というのはカトリックのですね、宣教師たちによって、まあ、もちろん後には全員国外からいな、国からいなくなるんですけども、その前史っていうかな、状況についてはですね、まあ、刻々と報告としてヨーロッパにですね送られていましたので、日本で非常に大規模なですねキリシタン弾圧が行われていたということは、日本以上にですねヨーロッパで知られています。でこれはですね、まあ、当時のヨーロッパではもはやですねキリシタンの迫害とか殉教というものがもうなかった、ない時代ですね。キリスト教がマジョリティの宗教ですからなくてですね、殉教というのはですねローマ時代の文物を通じて知るある種非常にノスタルジーをそそるようなですね憧れでしかなかったんですよ。で殉教文学っていう形でですね、場合によって美化されたりするんですね。この信仰のために死ぬっていうですね、何かそれを聞くだけでこう、なんか心を揺さぶられるようなですね、そういうふうな物語でしかなかったのが、何か極東のですね国日本でですね、非常に大規模な迫害があり、キリシタンたちがですね信仰のために命を落としているということがですね、非常に鮮烈な情報としてヨーロッパに当時ですね伝えられました。そしてこのですね、いわばキリシタン殉教の歴史ということをも含めて、今長崎がですね世界文化遺産のですね登録、これ去年したんですね。まあ多分通ると思いますけども、今長崎市はですねもうこれ一生懸命やってますね。はい、世界文化遺産に登録されるとね、観光客もどっと増えますのでね、登録される前に行かれるんだったら行った方がいいと思います。混乱する前にね、じっくり見てください。本当にね、長崎は面白いですよ。見るべきところね、いろいろあって、長崎市内もそうですし、長崎からですね、こういう話するとね、本当にいくらでも話しちゃうんで、ちょっとどっかで止めないといけないんですが、長崎からですね、西へですね100キロぐらい行くと、まあ、五島っていうですね島があるんですよ。これは隠れキリシタンたちがですね長く住んだ場所でもあるんですけども、本当に綺麗なですね教会があります。上五島下五島って分かれてるんですけどもね、まあ、こういうとこまで行くと、長崎市内は長崎市内で素晴らしいものいっぱいあるんですけども、こうどうやってキリシタンたちがですね生きてコミュニティを作ってですね、場合によってはそれが崩壊しまた隠れていったのかっていうね、そういう状況の一端にね、触れることもできますね。はい、でですね、まあ、あと儒学国学が繁栄し、これが後にですね明治時代、明治政府のですねイデオロギーに影響を与えていきます。はい、それから明治時代になるとですね、まあ、これはもう日本にとって大きな節目ですけれども、1868年からですね明治が始まりますが、その明治元年にですね、神仏分離令ということをですねしています。これ大事なので授業でですねより詳しくお話をしますけども、それまで神仏習合が当たり前であった日本の宗教的風景の中にですね、作為的に境界線を入れるわけです。政府が混ぜるなということです。これなぜか分かりますか？国家のですね中心イデオロギーとして神道を使いたかったんですよ。天皇を中心とした神道を使いたかったから、混ぜもんでは困るんですよ。もう仏教色をバーンと除いて、そしてこの神道的なですね考え方の上に我が国は立ってるんだっていうことをですね強調したかった。それがですね近代国家日本のですねいわばイデオロギー的な基盤 に、まあ、にですね、まあ、なったわけです。つかなくともそのようなことをですね意図したんですね。ですからいわば神仏集合的な状況に一旦収拾を移って、
神仏をですね分離するということで、これは単にですねこの法令が出ただけではなくって、結果廃仏毀釈というような形でですね、この京都もそうです、この近辺もですね、そのお寺が破壊された、そういうことがですね実際はあったんですね、方々で。でそういうものがですねやっぱありました。そして神道をですね、国策の中心にし、国家神道、これはね国家神道という名前自体は後のものですけども、いわゆる国家神道というものがですね形成されていくことになります。国策っていうかな、国家形成の中心に宗教を据えたということです。いいですか。ですから今日本の社会はですね、なんか無宗教社会とかですね、宗教色薄いとかって言いますけども、戦前の日本というのはですね極めて宗教色の強い国でした。今皆さんがですね、どういうものを想像するか分かりませんけど、例えばイランとかですねサウジアラビアとか、なんかもうゴリゴリにですねこの宗教が強そうな国ってありますよね。欧米世界から見ればですね、日本は多分そんな風に映っていたと思いますね。非常に宗教色が強くって、トップにはですね天皇がいてっていうですね、宗教イデオロギーによってですね、国家形成を進めていたようなですね、そういうふうな歴史を持っているということはですね知っておく必要があります。で長くですねキリスト教は弾圧あるいは禁教の対象とされていましたけれども、1873年にですねキリシタン禁制の考察、高い札ってかね、こういう札皆さん教科書なんかで見たことがあると思いますけども、それがようやくですね撤廃されたのが1873年。それは同志社が1875年にですね成立するわずか2年前のことです。ですから確かにキリシタン禁制の考察は京都の街中でも外されてはいるんですけども、たったその2年後に同志社はここにというか、最初は御所の隣ですけども、この京都のですね中心地に来てますから、さまざまなやっぱりバッシングを受けたんですね。京都の伝統的な仏教界、宗教界からですね。でこれはもうこういう時代状況の中からですね、当然のことであります。それから大正時代、思想的に言うとですねマルクシズムとか社会主義運動などが盛んになりました。もちろんねこれも後には弾圧されていきます。大正時代というのは比較的自由な時代ですね。でこの時期っていうのはですね、日本は戦前とかっていう形でですねずっとのっぺりとした時代では必ずしもなくって、いろんなやっぱり思想的なうねりがあります。非常にこの、外に開かれたですねコスモポリタン的な自由がですね謳歌されたような大正時代とかですね、それから国粋主義がですね吹き荒れたような19世紀の末とかですね、太平洋戦争期のですね時代であるとかですね、いろんなやっぱ時代が実際にはあります。それから宗教に関して言うとですね、この昭和のこれ初期ですけれども、創価学会あるいは立正厚生会、これいずれもね法華経を中心とする、法華経をですね、最も大事にするですね、仏教教団ですけども、そういう、今もですね、今もというかな、今、日本で最大規模のですねを誇る、新宗教団体がですね、この時期に成立をしています。創価学会の元になるですね団体というのは戦時下弾圧されてるんですね。でそういう国家による弾圧とかですね、それから最初の創設者がですね獄死してるっていうようなこともありまして、今の創価学会、それから公明党ですね、やっぱりそういったことに関してはかなり敏感ですね。もうちょっと頑張ってほしいなと思う時もありますけども、そういう歴史をですね持っています。それから1945年終戦とともにですね、これは GHQ のですね指令によって、この神道指令というものがですね出されて、日本のですね軍国主義拡張主義というものはですね神道の影響をですね非常に強く受けていたということで、これは GHQ からですねこの国家神道の解体ということがですね命じられます。ですから一応1945年で神道というか神社の在り方自体はですね一応境界線を引かれてるんですが、神社界の中でねこういう意識があるかどうかっていうのはまた別問題ですね。これはあくまでも GHQ の指令によります。そしてその後ね宗教的に見るとこの後の日本というのはですね大きく何か変化があったわけではなくって、時折スピリチュアルブームとかねそういうものが
ありましたけれども、その流れの一つが、オウム真理教です。これはちょうどね、今年、その20周年ということでさまざまな検証がされてますので、皆さんもテレビとかね、新聞なんかで、見たことがあると思いますが、皆さんにとってですね、この1995年 のオウム真理教による地下鉄サリン事件というのは、まあ、記憶にないことですよね。ですから、こういうことがあったのかっていうぐらいの、ね、ことだと思うんですけども、このオウムはね、京都でもすごく力ありましたよ。もう学生の中にもですね、その審判の人いましたし、それから、いろんなで、こう関連団体っていうのを、ね、作っていて、こうパソコンを売ったりとかね、いろんなビジネスを展開していてですね、もう郵便ポストの中にはですね、朝原商工のなんかこういろんなメッセージ書かれたものがですね、必ず入れられたりとかですね、もう本当に手広くやっていて、新宗教、いわゆるこの時代のね、新宗教というのは創価学会立正厚生会などと区別して、新進宗教とかっていうね、言われ方もされるようになっていましたけども、本当にその新しいスピリチュアルブームの中でですね、いろんな新しいものができたんだけども、それがいわば極めて反社会的な行動をですね、取った、その一番鮮烈な事例がこのオウム真理教による地下鉄サリン事件でありました。はい、こういったことをね、今ざっと振り返ってきましたけれども、これからの授業でですね、少しずつ見ていきたいと思います。はい、では、残りの時間でですね、これ、ちょっとこう皆さんの感覚をですね、少しずつこう鍛えていきたいと思いますので、具体的なものをですね、見ていただきながら、ちょっとポイントをですね、まさにシンボリズムです。シンボリズムとかですね、見るべきポイントをちょっと、指摘して、ウォーミングアップです。これからのですね、授業のウォーミングアップをしていただきたいと思います。はい、これからですね、全部これ京都かな、はい、全部ですね、身近にあるものだけを選びました。はい、これはですね、黄門といわれる重要文化財、これ結構ね、正面にですね、バーンと、これがあって、これだけだとね、仏教か神道か、よく分かりませんけれども、こういうものをですね、持っている宗教施設がですね、京都にあります。それからこれはですね、かなり特徴的ですね。今これ皆さん考えてくださいね。今どこをね、示しているのかっていうこと。資料をね、持ってる人は、そのね、名前のところがこうなんか白抜きになってるってことが分かると思うんですけども、どこかっていうことをね、考えてみてください。で、これはね、その今の大門っていうところを通り抜けて、通り抜ける前ですね、このですね、敷地の中にあるこういうですね、ものがあります。これすごく目立ちます。結構大きいんですね。砂があってですね、これ皆さんなんか小さい時にこんな遊びしたことないですか。砂をこう砂場で砂作ってですね、こうやって、取っていってですね、最後なんかが倒れたらダメみたいなね、はい、そういう遊びが私は結構好きで、これ見るとですね、したくなるんですけどね、もちろんやったらもう怒られて新聞載りますが、そういうね、砂場で遊べないぐらいにも本当に大きなね、こういうこれを縦砂っていうふうにですね言います。立つと書いて砂で縦砂っていう名前があって、これねちょっとこう写真では見えないんですけど、実はこの縦砂のてっぺんに、松の木のですね、松の枝ですね、あれが一本ピュッピュッて立っています、両方に。でこの2つ立ってるっていう、2つあるっていうことも大事なんですね。なぜ2つなのか、これ考える余地があります。それから上にですね、松の緑のですね、ものが立ってるんです。でこのですね、縦綱っていうのはですね、皆さんももしひょっとしたらいろんな場面で見られたことがあると思うんですけども、例えばお葬式なんかの後に門の前にですね、こう清めの書みたいなものをですね、2箇所これとほとんど同じような形で作ったりとか、あるいは何かお店のね、どっかにこう作ったりあると思います。こう清めの塩ですよね。それのですね、いわば起源になったというふうに言われています。清めの塩のですね、起源になったと言われるですね、縦綱がここにはあります。そして上にはですね、松っていうのはですね、エバーグリーンっていうかな、その特攻永遠とは言わないけれども、ですね、この若さとかですね、新鮮さっていうことをですね、意味していますね。はい、でこれがですね、どこか、これ見たことある方いますか。これ見ると、はい、どこですか。これ
近いですね、はい、これ上賀茂神社です、はい、答えですね、上賀茂神社なんですけども、まあ、あの作られたのはですね、678年というふうに、まあ、上賀茂神社はそのように言っていますけども、まあ、実際のところね、これははっきり分かりませんが、上賀茂神社ですね、ここから近いです、かなり近いですね、で、主祭神、神社にはですね、まあ、ほとんど例外なく、祀られている神様の名前がですね記されています。上賀茂神社の場合にはですね、鴨分け雷の狼というのがですね主祭神です。これは一言で、まあ、ちょっと長ったらしい名前ですけども、一言で言うと雷の神様です。サンダーゴッドですね、ですから ここにはですね、まあ、電気関係の会社、関西電力とかですね、それから鉄道関係の人たちが毎年お正月にですね必ず参拝に来る場所でもありますし、それから、まあ、この上賀茂神社はですね、まあ、明治期にですね社格っていうかな、この神社の序列などが決められたりしたんですけども、伊勢神宮がですね神社界ではやっぱトップです。伊勢神宮で、その伊勢神宮に次ぐ第2位にあたるのがですねこの上賀茂神社です。まあ、これはね意外と知られていないかもしれません。それだけですね古い起源を持つっていうことなんですね。まあ、天皇家とのつながりなどもありますし、そして5月のですね15日には葵祭りというですね非常に有名なお祭りがここで行われます。まあ、先ほども紹介しましたですね、平安文化のですねいろんなこう名残をですねここではですね感じることができます。はい、先ほどのですね縦綱、この2つありましたけどね、これは、陰と陽というですね、まあ、思想をですね表していますね。陰陽思想です。そういったものが上賀茂神社には影響を与えています。はい、ではちょっと時間がなくなってきましたので先に行きますけれども、はい、これはですねここに上に書いていますように根本中堂というですね国宝です。これをですね持っている、まあ、これねだから日本史とか勉強した人は知ってるかもしれませんけども、大きな建物が中に入ることもできますね。根本中堂があります。そしてここではですね毎年夏に、私実は毎年これに行ってるんですけども、世界宗教者平和の祈りの集いっていうのがあってですね、ここにですねいろんな人が集まって平和のためにですね、まあ、お祈りをする集うっていうですねそういう集会が、まあ、20数年前からですね行われている場所でもあります。はい、ここですね、はい、これは皆さんイメージできますか。はい、わかりますかね。はい、そうですね、はい、比叡山延暦ですね。で皆さんはですね下からいつも眺めてるんですよ。下からいつも眺めてるんですが、上まで行ったことある人いますか。あ、3人ですね。あ、4人ね。はい、ありがとうございます。下から眺めることはもちろん簡単なんですが、まあ行ってください。これもね京都側からも行けますし、それから琵琶湖側っていうかな、その大津市の比叡山坂本からですねケーブルカーでビュッとこう上がることもできますので、これぜひ行ってほしいと思います。これは延暦寺ですね。先ほども紹介しましたけども、天台宗のですね最長、天台宗を開いたですね最長が最初に庵を結んだ場所でもあります。もちろん最長がですね最初に庵を結んだ時にはですね本当に小さなですね、粗末な場所であって、それをまあ最長は愛したわけなんですけども、まあ、最長が亡くなった後ね、これがもう大きな寺院群をですね比叡山の山の上に形成することになりました。まあ、これは先ほど織田信長がですね焼き討ちをしたっていうことからも分かりますように、織田信長ほどの人ですらですねこの比叡山の力っていうことをですね非常にやっぱり恐れたわけです。でこれは比叡山にはですね僧兵というふうな、ね、人たちがいて、これはもうまさに武装集団ですね。武装ミリタリーモンクスとですね言ってもいいような、そういう人たちがやっぱりいましたので、まあ、政権に立つ人たちにとってもですね比叡山は非常に厄介な存在であったというふうに言うことができます。まあ、強大なですね力を誇った白河法皇ですらですね、まあ、この比叡山をですね、まあ、こう御することができなくて、まあ、こう有名なですね言葉が残ってますよね。鴨川の水、すごろくの際、山法師、これぞ鎮が心のままにならぬものっていうふうに言ってですね、鴨川の水っていうのはですね今皆さんが見ている鴨川ですけども、今と違ってですね当時はもうしょっちゅう氾濫してですね、もう被害をもたらしたんですけど、これどうしようもないんですよ、自然災害だから。
それからサイコロのですね目、次何が出るかということもこれどうしようもないですよね。それと同じように山法師っていうのは、山っていうのはですね、当時山っていうところ比叡山のことを指しました。比叡山にいるですね僧兵たちのことについてもですね、もう私もお手上げだっていうぐらいにですね、これはすごい力を持っていたっていうことですね。はい、では次に行きます。はい、これはもう分かりますね。このですね塔があって、そして、実はですねこの塔の対になるものがですね、実はその西寺というものがあったんですが、これも今は失われています。京都はですね入り口が、まあ、羅城門というね入り口がもともとあって、その東と西を守るですね、いわば鬼門を守る、いわばこう、まあ、なんていうかな、五国の寺院、なんていうかな、寺院としてですね、まあ、建てられた、そういうものです。はい、まあ、これはもうあの京都タワーと並んでですね、もうこの、当時の、まあ、この五重の塔というのはですね、まあ、京都の一つの、シンボルですね。はい、これはもう、言うまでもありません。あの見てですね一発で分かると思います。ただこれはですね、真言宗 の、 あの、まあ、祖である、まあ、空海がですね、まあ、嵯峨天皇からもらって真言密教のですね、まあ、根本道場として始めたんですが、空海はですね、まあ、皆さんご存じの通りこの当時だけではなくって、高野山、高野山金剛峰寺っていうね、そちらの方も拠点として持っていますので、当時、その真言宗としてはですね高野山と当時というですね、2つが、あるっていうことですね。はい、次に行きます。はい、これも大きいですね、ものです。三門と言われるですね、木造の、ゲートでですね、まあ、これ国宝に指定されています。そして、次にですね皆さんにお見せしたいのは、これはあの、そこにですね、収められている絵なんですけども、あのここに書いていますように阿弥陀二十五菩薩来光図ということですね、早来光というふうに言われていますが、これ阿弥陀様なんです。阿弥陀様が衆生をですね救いに来るという様を表しているんですね。これ阿弥陀信仰をですね、もう本当に最もあの明確に表した絵なんですが、これはですね本当にすごいと思うんです。阿弥陀様がいて、他にですね25の小さい観音様が乗ってるみたいなね、そういう図なんですけど、雲の上に乗ってるんですよ。これ私見た時にですねいつも思い出すのがですね、あの孫悟空が均等に乗ってくるですねあの様です。ですから日本のアニメっていうのはですねやっぱこういうものに影響を多分受けてると思うんですよね。悟空がですね均等に乗って、あのドラゴンボールの悟空ですよ、均等に乗ってですねブワーッとこうあの空を駆け巡るようなですね、そういうスピード感というのがすでにここに現れてますよね。本当にその、阿弥陀様が雲に乗って素早くやってきて衆生の悩み苦しみをですね救ってくれるっていうですね、そういうやっぱ信仰が描かれています。これがあるのはですね、知恩院、浄土宗のですね、本山で、これもあの皆さんからすればですね非常に来やすい場所にあります。河原町ですね、あの辺のエリアですね。これも後ほどですね法然の思想と合わせて紹介をしていきます。それから、これはですね、まあ、御影堂というものがあって、そして、京都タワーのですねすぐ近くということで、これは何かというとですね、東本願寺、これもですね京都駅から徒歩すぐのところにあります。本願寺はですね西本願寺東本願寺、あの2つ分かれていますけれども、いずれもですね宗祖は親鸞です。まあ、最もあの伝統仏教としてはですね本願寺というのは最大のものの一つですね。はい、で、最後になりますけれども、これがですね、まあ、八刀というふうに言いまして、重要文化財の一つになります。そして、これはですねどこにあるかっていうと、もう皆さんおなじみのですね、同志社大学のすぐ隣にあるですね大本山相国寺というんですね書かれています。はい、これはあの、足利義満によってですね、まあ、開基されたというふうに言われていますけども、臨済宗のですね、まあ、お寺で、まあ、前回もお話ししましたように金閣銀閣のですねヘッドクォーターに当たります。はい、
ということでですね、ちょっと今日時間が来まして、ここのですね、日本宗教の歴史観のところについてですね、少し話す時間がなくなりましたので、ここについては次回の最初の時にですね、まあ、簡単に説明をし、もう一度今日のところをね、振り返りながら新しいテーマ、来週からですね、個別の一つ一つの宗教、来週は神道のことについてですね、お話をしていきたいと思います。はい、では今日はここで終わります。